開国のののの懲戒処分となったのは、県内の小学校校に勤務する54歳の男性校長です。る歳男性長で岐阜県によりますと校長は去年4月、当時勤務していた中学校で面談の際、20代の女性教員に対し妊娠する時期を考え直した方が良いという趣旨の発言をしたということです。 今年3月、県の教育委員会に匿名の情報提供があったことで発覚し県が調査を行いハラスメントと認定しました校長は発言については認めているものの妊娠・出産に対して否定するような話をしたつもりはないなどと話しているということです。